皆さんこんにちは、かきすです。本日もゲーム実況やっていきたいと思います。本日は鍵屋、第3回目をやっていきたいと思います。すでにケース1からケース8はクリアしていますので、ケース9やっていきたいと思います。それではケース9、愛しきあなたへ、やっていきたいと思います。10話な老婦、この箱を開けていただきたいの。大切なものだけれど、うっかり開け方を忘れてしまったみたい。何か思い出せることはありますか？どうだったかしら。なんだか中身も思い出せなくって。本当に開けてしまっていいのですね？ええ、それはもちろん。とっても大切なものが入っていることはしっかりと覚えているんですから。そうですか、わかりました。ふふ、楽しみに待っているわね。次のお客さんはおばあちゃんですね。おいしいお茶ね。それはよかったです。そういえば今日は指輪をされていますか？指輪？ああ、これかしら。少しお借りしてもよろしいですか？ええ。T2K 指輪をゲット。可愛らしい猫を飼っていらっしゃるのね。ええ、まあよし、それ謎解いていきますか。まずは Dear K, I hope you will have a good start in life from T. はいはいはい。で、なるほど。はいはいはい。はいはいはい。英語が絡むとめちゃめちゃ難しく感じちゃう。T2K。はいはいはい。T から K。Dear K。で、この人は K さんでしょ？はい。英語が絡むともう全然わかんない。あら、困った、これは。ちょっとヒントもらえないかしら。ヒントは特にない。Dear K from T。 K から T へでしょ。はい、広告を見てヒントを見ていきたいと思います。まず一つ目のヒント、お客さんの結婚指輪の刻印は T2K、 つまり T から K ですね。知ってる知ってる、それは知ってるよ。え、それだけ T から K、 T から K、A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T。 わからないね。T から K。 T から K。 T から K。 なるほど。このクロム T から K に行くと L O V E ラブ。なるほどね。LOVE。L。O、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 V、E。ラブ。ああ、行き過ぎた。ラブ。OK。開いた。これ、おとがめかしら。たくさん入っていますね。本当ね。どれも私宛てみたい。けれど、こんなにたくさん。一体何であったかしら。あら、おばあちゃんちょっともう忘れちゃってるのかな。差出人に覚えはありませんか？どれも同じ人のようだけれど、恋文かもしれませんね。あら、うふふ、そうかしら。もしそうならとっても素敵ね。そうですね。だけれどこの方はどなただったかしらね。これをいただいたのはもうずっと昔、若い頃だったのかもしれないわね。あら、もうこんな時間。今日はどうもありがとう。いえ、どうぞまたいらしてください。おばあさん、今日もご機嫌だったね。今日もってことでよく来るのかな。いつも大切な箱を開けに来ているから。あ、気になる。なんだろうね、おばあさん。何なんだろう。ちょっともう
お年を召してるから忘れちゃってるのかな、旦那さんのこととか。ちょっと気になるか見ていきますか。それでは続きを見ていきましょう。あら、お前さん、あなた、住んだならもう家に帰ろうか。どこかでお会いしたかしら。私はあなたに恋文を送った男ですよ。まあ、あなたがくださったの？そうだったの。あんなにたくさんどうもありがとう。全部今でもとっても大切なのよ。そうか、それはよかった。さあ、冷え出す前に帰ろう。ええ、いつもありがとう、あなた。ああ、いいんだよ、お前さん。愛しきあなたへ、ケース9、クリア。続いてケース10、浮気者のスマホやっていきましょう。さっきまでがちょっと純愛だったからね、いきなりちょっとドロッとした恋愛模様が。このロックを解除してほしいの。暗証番号を忘れてしまったのですか？いいえ、違うわ。これは彼のスマートフォンなの。私どうしても確かめたくて。だって浮気してるから。本当に飽きてしまっていいのですね。私だって彼を信じたい。だけど仕方ないじゃない。彼は誰にでも優しい人だもの。だから私不安で。お願い、ロックを解除して。なるほどね、不安なんだね。だからってね、さすがに彼氏のロック勝手にパスワード解除したらやばいと思いますけどね。さすがにちょっとやりすぎだけど。何か暗証番号に心当たりありますか？彼の誕生日も私の誕生日も記念日を。だって全部試したわ。いや、記念日だって全部試したわか。それでも開かなかったの。それっておかしいでしょ？そうかな。彼が前にパスワードは記念日だって言っていたんだもの。なるほどね。記念日は2月14日よ。あ、バレンタインデーの日に告白したんだ。ロックを解除してる彼の手元を見てたの。でも左上から押すってことしかわからなかったわ。なるほどね、左上から押す、2月14。ロック解除パターンってことは。なるほどね。2月14でしょ。左上スタートってなかった。2月14。じゃあ普通に2月、これでいいのかな。お、2月14 1 4 4。左上スタートに4ってある。え、スタートの4なんだ。ん、まあ、数字でしょ。もう一回にやってみる。違うか、数字4。え、4これじゃないの。ヒントもらえないかな。いや、ヒントなし変わんないか。え、2月14、2と1は良かったでしょ。え、4、うん、左上スタートの4。
これ4にしてほしいけどな。え、まずいぞ。難しい、なんだろう、4。待てよ、考えろ考えろ、落ち着け落ち着け。2月、ちょっとログもう一回見るか。ちなみに2月14、はいはいはい、この形のよね、 OK。 閉じるで、よし、こうだ、よし、開いた。2月14、作業完了する。これではっきりするわ。彼が悪いのよ。だっていつもいつも他の女の子にあんな風に笑いかけて。だから私も。え、大丈夫ですか？あ、ええ、平気よ。だって彼は浮気なんてしてなかったんだから。あなたが聞いた通り、ロックナンバーはあなたとの記念日だったようです。そうなの？当然よね。だって彼には私がいるもの。ああ、よかった。早く彼の元へ帰らないと。ありがとう、さようなら。なんだ、白か、つまんないな。どうかな、多分黒だよ。え、めっちゃ気になるけど、なんかこのまますんなりハッピーエンドいかないのもちょっともやっとしちゃう。すごい気になる。それでは続きを見ていきましょう。なんか音楽がもう嫌だね、怖いね。ふっ、ああ、嬉しい。彼は本当に完璧な人だわ。他の女の子に笑顔を向けていたって、今なら許してあげられる気がする。そうと分かれば早くスマホを戻しに彼の家に帰らなくちゃ。あ、電話。え、何これ、どうして私から電話が。あ、私、スマホ彼の部屋に。じゃあ今彼が私のスマホを。まさか彼も中身を見たんじゃ。嘘、どうしよう、どうすれば。これじゃあ彼に全部バレちゃうじゃない。めちゃめちゃやべえやつ。本人が結局浮気をしていたっていうことかな。まあ確かにね、だから私をみたいなこと言ってたもんね。ちょっとクズエンドでしたね。ステージ10ケース、あ、ケース10、浮気者のスマホクリアしました。はい、ま、今日は、2つのケースをクリアしたところで終わろうかなと思います。次回ケース11、手向け箱とケース12、少年とぬいぐるみ、続きをやっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。